こんにちは。本日はホットワインの作り方ということで実況解説していきたいと思います。特に夜など寒い日がまだまだ続きますよね。体の芯までポカポカに温まるホットワインです。未成年の場合にはワインではなくブドウジュースを使って作ってみてください。材料は本当にシンプル。甘口赤ワイン、生姜、シナモン、3つのみです。そして使う道具として今回はメスティンを使いました。生姜を薄く3枚ほどスライスしておきましょう。なければ生姜チューブでも構いません。さあ、メスティンにシナモンスティックを入れまして、その次に生姜を入れます。赤ワインをコップ1杯ほど注いでおきます。赤いブドウの色にシナモンスティック、綺麗ですね。映えております。さあ、これを火にかけていきます。火力は弱火を使いました。これダイソーのメスティンなんですが、ラバーが焦げないように折りたたもうとすると中に落ちてしまいます。箸を使って止めています。さあ、沸騰直前、これぐらいになりましたら火を止めておきましょうか。さあ、コップに注いでいきます。だいたい70度80度ぐらいまでいきましたでしょうか。湯気がもくもくと出て大変美味しそうです。材料3つだけと本当に簡単ですがとても美味しいですよ。甘さが足りない場合には砂糖、蜂蜜で甘さを足してみてください。またお子さん向けにということでありましたら、赤ワインではなくてブドウジュースを使うのも良いでしょう。皆さんもぜひお試しください。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。